皆さんこんにちは、キュンです。アミです。今日はですね、はい、キャノンデールユーザー必見の動画になります。はい、はい、今日やるのがこのスーパーシックスエボについている、はい、ちょっと触って触って、これこのクランクの外し方知ってますか？わかりません。はいということで本日はキャノンデールのクランクの外し方をご紹介したいと思います。お願いします。かしこまり。キャノンデールのクランクを外すのに必要な工具をご紹介します。まず 10mm のアーレンキー、そして 8mm のアーレンキーで、クランクのシャフト、スピンドルを抜くためのプラスチックハンマーで、これ持ってない人いると思うんですけど、これキャノンデールの KT013 っていう専用工具になります。これはクランクを外すためだけに使う専用工具です。こちらは視聴者さんからのご提供で譲っていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。この KT013 が手に入りましたので、一連で外していきたいと思います。まずね、チェーンをフレーム側に落としてクランク外すのもありなんですけど、まあ、ミシンクリンク使ってるのでこれを外してやって、まあ、チェーンを外して作業をやりやすくしたいと思います。次、ノンドライブ側、はい、では 10mm のアレンキを使ってここのボルトを外したいと思います。ちょっと見えやすいように左でやりたいと思います。回りました。まだ硬いですね。しっかりはまってないとね。で、ここをくるくるくるって外してやると、こんな感じ。ここに多分ワッシャーが入ってるんですよ、銀色の。大事に取っときましょう。で、次ここから、ここ見て、JK カットで、今これね、これだと外れないですよ。で、そこで使うのがキャノンデールの専用工具 KT013 です。 KT013 のちっちゃい方を 8mm の工具を使ってセットで、ここにネジが切ったとこをぐるぐるぐるって入れます。で、入れすぎ注意で、ちょっと埋まるぐらいっていうのがキャノンデールの公式ページに記載があります。次はこれを入れていきたいと思います。入った。緊張するね、初めてだから、うん、これで外れるんかいっていう。で、はめて、ではする。ペダルがついてるんでちょっとやりづらいですね。あー、外れてる感じする。外れてる。この感覚不思議や、不思議やな。見た目何にも変わってないのに。いや、変わってる。上から見てください。上来たね、ついに。見て、すげえ、外れてる。ほんとだー。うー、ノンドライブ側のクランクが外れた。外れた。これがないと外れないんですよ、皆さん。大変。ちなみにケンさん働いてるお店、キャノンデール取り扱ってないので、うん、あんま知識ないんですけど、 DB30 ドライブ、ちゃんと順番覚えた感じね。で、これがスピンドルね。で、ちゃんと順番を間違えないように、これね、ちょっと変形してるね。ほら。本当
柔らかいもの？多分変形してる。お、結構入ってますね。こんな感じ。あ、順番間違えた。こうやね。撮影してるからよかったね。撮影してるから忘れね。これ PF30A って言って、多分規格が BB な。次離れて。プラスチックハンマーでスピンドルを叩きます。って言いたかったやつ。力技で。力技でっていうか怖い。もうこれで戦うぞ。お、またさらにシールが貼ってる。すごい。これ本当は筒とかなんかその要は棒みたいな鉄の棒を入れて叩く方が早くできますけど、ちょっとカーボンなんで怖いんですよ。ですのでちょっと振動与えながらまっすぐ感じでいきました。さて分解すると、はい、いかがだったでしょうか。本日はキャノンデールのクランクの外し方の動画でした。で、次回はですね、ついに禁断の BB 交換になるんですけども、それはこれ、これをこういう風に中に入れて鉄のハンマー で打ち抜く作業。これでボトムブラケットが外れるはずです。ただし、まあ、カーボンって非常に挑戦するのは怖いんですけど、正直、まあ、やってみたいと思います。そしてこれ、次に装着するのはこちら、スギノメーカー、スギノの、パワースリーブ、PF30AIDS24 っていうセラミックベアリング、これをここの中に入れて、で、ジュラ S9100 クランク、こういう風にバッチリ、ほら、バッチリ入った。おお、これにすることによって回転がすごい良くなるよ。セラミックだからね、軽くなるの。そうだよ、ほら、なんか変なおもちゃみたいはい、次回の動画はこれの取り付けチャレンジをやっていきたいと思います。やっぱし怖くない？カーボンで。怖い、恐ろしいよ。最初アルミで練習したいところなんですけど。え、アルミで練習せずに、あ、もう今ぶつけ本番でいきなり今やりました。ハイエンドでやろうとしてる。そうですよ、キャドレイターあったな、そういえば。家にキャドレイターあったな。うん、なんでそれでやらんかったまあいいです。本日の動画は以上となります。次回もご視聴よろしくお願いします。よろしくお願いします。